リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。ミキサフルラジオの時間がやってまいりました。本日2018年7月28日土曜日、第2回目配信していきたいです。毎月僕のラジオ第2第4土曜日配信です。まあ基本ラジオの流れとしては、第1回聞いていただいた方ご存知だと思いますが、最初にオープニング、そしてメイントーク、そしてエンディングという3つのコーナーに分けて喋っていきたいと思います。まあ今ラジオ収録してるんですけど、シャッターがですね結構ガシャガシャ鳴っておりまして、台風が近づいてきております。まさかの台風ということで、すごい悪天候な中ではありますが、まあね、ラジオの方はテンション上げていきたいと思います。ここ2週間でちょっと面白い話、今回この話をメイントークに、取り上げていきたいんですが、前回のラジオの次の日、平和島いさりびさんという日本食の居酒屋でのライブの出来事、それとですね、先週行ってきました、2日間行ってきたんですけど、水戸での演奏旅行の話、旅行というよりも演奏しに行った次の日に一日観光したって感じだったんですけど、まあそのお話と、あとですね、昨日前回話した健康診断の話があったと思うんですけど、健康診断の結果が、封筒が通知送られてきたので、ちょっとね、中身の方さらっとお話ししたいなと思っております。あとですね、リスナーの皆様からお便り募集してますので、下の説明欄に書いてあるお便りフォームよりどんどんお便りを、まあ、覚えに関する質問でもいいですし、僕に対しての質問でも送っていただけたら嬉しいな。というわけでメイントークのコーナーに移ります。それではメイントークのコーナー移りたいと思います。まあちょっとね、もうシャッターが結構さっきからうるさくて、台風が近づいている中なんですが、進めていきます。前回は僕の活動について、語ったんですけど、今回はですね、幸いにもお便りが何通か来ていたので、早速読んでいきたいと思います。それでは1つ目のお便りですね、埼玉県ラジオネーム元さんより、お便りいただきました。ありがとうございます。ミキサトルラジオ1回目のラジオを聞かせていただきました。ミキサトルさんにとって好きな作曲家は誰ですか？好きな作曲家、もう皆さんが知っている名前ですと、ジブリとかの久石譲さんが大好きです。久石譲さんの曲結構何曲か、もちろん演奏したこともありますし、まあ、いろんな曲アルバムとかも持ってるので家で聴いたりとか、してます。あと僕結構ゲームが大好きで、まあ、ゲームですと有名な作曲家ですと、ファイナルファンタジー植松の坊さんがいたりとか、ドラゴンクエストの杉山浩一さんなど、まあ、偉大な、ね、作曲家がいると思いますが、個人的に好きなのはロマンシングサガってゲームの伊藤健二さんという人の曲が大好きで、曲調もマイナー調で激しめの曲が多くてですね、僕の中で結構ツボな楽曲が多々あります。好きな作曲家、久石譲さんと伊藤健二さん大好きです。続きましてのお便り読んでいきたいと思います。東京都ラジオネームコアルさん、ミキサトルさんのラジオいつも聞いております。ありがとうございます。ミキサトルさんのオリジナル曲の中で一番好きな曲はどれですか？僕のオリジナル曲今10曲ぐらいあって、来月のコンサートにて新しい曲また何曲か披露するんですけど、一番最初に作った曲、まあ、そのソロ活動する前もちょいちょい作ってたんですけど、ソロ活動始めてから一番最初に作って CD にもなった黄色い花という曲がやっぱり好きかな。下の説明欄にもですね、黄色い花のリンク貼っておりますが、最初の初めて、そのなんていうんですかね、僕がメロディーとコードを考えてこういう曲を覚えて吹きたいなと思った印象深い曲なので、未だにコンサートでも演奏してますし、その他イベントとかでも演奏しております。あと去年のミキサトルアニバーサリーライブ2017の、大ホールワンマンの時にも1曲目で演奏したピナクルズという曲、今流れてるのはまさにピナクルズっていう曲なんですけど、この曲も結構好きです。自分で作った曲ですが、この曲大ホールで本当に1曲目で始まるとともにね、大ホールのどんちょうがこう開いて、開きながらスタートするっていうツボの始まり方というかこの曲も結構さっき言った伊藤健二さんみたいな曲調すごい好きなので、マイナー調でロックというか激しめの曲を作りたくて自分で作った曲なんですけど、こちらの方も説明欄のところに貼っておいたので、もしよければ黄色い花ピナクルズの動画も見ていただけたらと思います。
というわけでお便りの方読ませていただきました。今回のお便りはここまでで、早速2週間の出来事についてお話しします。平和島いさりびさんでのライブですね。7月の15日に東京都大田区の平和島というところでライブしてきました。まあ、初めてライブしたところだったんですけど、雰囲気もすごい良くてですね、ピアノの斉藤玉樹さんの伴奏の中で大声を吹きまして、ほぼもう満席状態の中無事に終わることができました。曲目としてはですね、最初不思議の国のアリスとか、いつか王子様が演奏した後に、懐かしの日本の名残雪とか演奏しまして、今回初めて美空ひばりさんの真っ赤な太陽と東京ブギウギ、結構古い曲も演奏しました。まあなんか日本の居酒屋なんで、ちょっと日本っぽい曲をやりたいなっていうところから、割とね古めの曲がレパートリーに入りまして、あとはまさにさっき言った久石譲さんの、サマー、この夏ぴったりの曲だと思ったので演奏しました。そこのいさりびさんでの店長さんがすごいいい人で、わざわざアーティストさんのためにですね、演奏中はおタバコ禁煙っていう風に配慮していただいたりとか、開演前とか休憩中の間ですね、僕の CD を店内で流してくれていたんですけど、最初開演前の時に僕の1回目のラジオを流しておりまして、なんか僕の声がずっとこう聞こえてるみたいな、ちょっと恥ずかしい状態だったんですけど、なんか斬新ですごい面白かったです。まあそんな感じでいさりびさんでのライブ無事に終わりまして、次回はですね、いさりびさんでまたライブ決まりまして、またちょっと日程が近くなった時に告知しようかなと思うんですが、9月の23日に、また同じ平和島いさりびさんで、今度は僕一人で演奏予定ですので、ぜひぜひ来てください。次はですね、水戸のお話をちょっとしたいなと思うんですが、僕茨城は友部と土浦にしか行ったことがなくて、あとひたちなかはロッキンジャパンで行ったことがあって、友部は自動車学校で行きました。あと土浦は今年の1月行ったんですけど、幼馴染が土浦に引っ越したの、幼馴染の、地元というか、まあ、土浦でのお祭りで演奏してきましたが、今回水戸初めてで、まあ、水戸って聞くとイメージ、僕納豆しか思いつかなかったので、観光地とかもあんまり調べていなかったんですけど、観光地ですと偕楽園とか、あと千波湖など有名なとこがいっぱいありましたが、偕楽園はですね、まあ、旬の時期といいますか、梅とか桜が咲いてる時期がやっぱり4月、梅も5月中旬とかだったので、まあ、時期的にまだ花も咲いてない緑の状態だったと思うので、ちょっと行けなかったのと、あとはひまわり畑が結構有名みたいで、ひまわり行きたかったんですけど、ひまわりはですね、早すぎて8月中旬ぐらいに咲くらしいので見ることができなくて、最近ね結構暑い日が続いてるから見れるかなと思ったんですけど、見れませんでしたので、行った場所としてはです、まあ、まずもともと水戸に行ったきっかけが、その友達、音大の友達がピアノ教室の先生をやっておりまして、そこのピアノの発表会で特別ゲストとして演奏させていただいたんですが、もうその翌日の観光のお話としては、まあ、観光の名所を探した中でですね、日立駅の駅前にですね、シーバーズカフェという有名なカフェがありまして、まあ、全身ガラス張りで、目の前は太平洋の海原、まるで海に浮いているようなデザイン、絶景、天空カフェ、リゾート地のような非日常の空間でお食事ができるお店っていうのがコンセプトで、ごめんなさい、今シーバーズカフェさんのホームページそのまま読んじゃったんですけど、日立市出身の世界的建築家瀬島和代さんがデザインを監修し、2012年に、グッドデザイン賞を受賞しました。そういうデザイナーによって作られた、ちょっとね断崖絶壁っていうか、なんていうんですかね、言葉にして伝えるの難しいんですけど、全身ガラス張りで横から見るとなんかちょっと非日常的な建物がですね、柱に支えられてるんですけど、なんかちょっと異空間というか、高所恐怖症の人はちょっと苦手かもしれないです。まあ、まずガラス張りの地点で景色の眺め自体はすごい最高なんですけど、ちょっと落ちそうな感じもします。僕はですね、日立牛というのが、また日立駅の日立という字がではないんですけど、茨城の産物で、日立牛のローストビーフ丼というのを結構がっつりしたものだったんですけど食べまして、本当に美味しかったので、まあぜひぜひその近くにリスナーの皆様行かれた際にはぜひぜひシーバーズカフェ寄ってみてはいかがでしょうか。その後シーバーズカフェ行った後に、また水戸に戻ってきて、それで千波湖をぐるっと歩きました。時期的にも、まあ、先週とかすごい暑い日が続いてたので、まあ、とにかく暑かったですけど、まあね、湖が
目の前にあって、それを回って歩いていたので結構涼みながらも観光ができました。というわけで、初の水戸観光行ってきたんですけど、帰りはですね、納豆と日立のネストビールというビールをたくさん買って帰りまして、バスで帰ったんですけど、まあ納豆の匂いとかちょっと広がるんじゃないかって不安だったんですけど、やっぱ藁の中に入ってると匂わないのか、全然匂うことなく普通に家まで持って帰れたんでよかったです。まあそんな感じで水戸観光、無事に終わりました。もう一点ですね、健康診断の結果のお話ちょっと最後したいなと思うんですけど、前回ちょっとね8回でおしっこってちょっとなかなか下品な話を初回からしちゃったんですけど、まあ、健康診断無事終わって今日通知来たんですけど、ちょっとねなんかいきなりリアルな話になったね、尿酸値が高くて、運動不足はではないんですよ、結構ジョギングとかしてるんですけど、やっぱお酒とか飲みすぎると良くないですね。ちょっと僕お酒大好きなんで、結構ご飯行ったりとか食べたりするときはお酒飲んじゃうんですけど、尿酸値高いのでちょっと控えたいなっていう話をまあラジオでする話なのか分かんないですけどさせていただきました。というわけで、まあメイントーク今回こういう話で、またちょっとリスナーの皆様からのお便りとかも募集しているので、下の説明欄に書いてありますお便りフォームより、どしどしお便りお願いします。これ来るとだけで僕のモチベーションかなり上がっていくので、まあもちろんあの来なくてもね、これからも頑張ってはいきますが、ぜひぜひお気軽に送っていただけたらなと思います。たくさんのご応募お待ちしております。それではエンディングのコーナーに移りたいと思います。第2回ミキサトルラジオ聞いていただきありがとうございました。次回のライブの告知をちょっとお話ししたいのですが、直近のライブ告知しますとですね、早いのが、早速明日ありまして、大田区の大森駅からも徒歩3分か、朝からむっちゃんという朝からスナックむっちゃんというところで、7月29日日曜日12時オープン、12時半スタート、これ夜中じゃなくてお昼ですからねライブする予定です。ギタリストの米田雄一さんとバイオリニストさきさん、そしてオーボエ僕が、オーボエ僕ってなんだ、オーボエ僕ミキサトル3人によるブッキング形式のライブで、最後はまあ3人でちょっとコラボもできたらなっていう予定です。お食事代、そしてドリンクついて2000円プラス投げ銭で、予定しておりますので、ぜひぜひ聞きに来てください。その次のライブが、来週の8月の5日ですね。地元僕大田区の久ヶ原というところなんですけど、久ヶ原駅からちょっと歩くかな、15分ぐらい歩きます。納涼盆踊りがありまして、地元の、南久ヶ原自治会という場所で演奏予定です。フルートとオーボエのソメイヨシノというユニットでお届けします。僕が組んでるソメイヨシノはですね、結構日本の和をテイストにオリジナル曲を作っているので、盆踊りにぴったりのライブです。時間がですね結構長くて、3時から8時半まで盆踊りやってるんですけど、僕たちの演奏は5時から17時からを予定しているので、興味ある方、近くにお住まいの方いましたら、大田区久ヶ原の納涼盆踊りぜひぜひ聞きに来てください。その次がですね、もういよいよミキサトルによるサマーライブ2018企画してます。まあ、第1回目でも告知したんですけど、まあ、ミキサトルサマーライブ2018 8月12日日曜日ですね、1時半会場2時開演、場所はですね大田区民ホール、蒲田が最寄りのアプリコの小ホールというところで演奏予定です。この日はですねバンド形態でピアノとギターとベースとドラムのサポートに加えた、お届けとなるので、まあ、非常にね激しいライブになるのではないかな、オリジナル曲中心にお届けしていく予定です。まあ、ちょっとせっかくラジオを聴いていただいている方々、ちょっとしたネタバレをしたいんですけど、今回その8月12日サマーライブでオリジナル曲中心なんですけど、ちょっとカバー曲も演奏する予定で、クラシックをモチーフにジャズアレンジしようかなって思っております。まあ、その2曲をちょっとお話ししたいんですけど、1曲が G 戦場のアリアで、もう1曲がエリーゼのためにをジャズアレンジで8月12日のサマーライブでちょっと演奏予定です。クラシック聞き慣れてる方はちょっとテイストがクラシックから離れてるんですけど、まあ、オーボエの可能性というか、こういうこともできるんだっていうものを自分は売りに活動しているので、まあそういった迫力も含めて楽しみに、待っていただけたらと思います。まあ、ご予約の方もですね、あのリスナーへのお便りフォームと同じアドレスなので、お名前と枚数をご記入いただいた上メールを送ってください。お席ありますので
ご予約受け付けております。というわけで、ミキサトルラジオ第2回ここまでです。次回の配信8月11日、まさにサマーライブの前日、8月11日配信です。リスナーの皆様、ミキサトルラジオ第2回聞いていただきありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。